なんで、なんでこいつが枯らすのに。いや、でも人違いってことも。一体何しにここに来たんだ。お前は3年間何やってたんだ。いやいや、こいつは間違いなく影山トビオ。お前去年の名前は知らない。お、俺の名前は日向翔陽だ。1回戦で負かしたチームのことなんか覚えてないかもしんないけどな。お前のことはよく覚えてる。クソ下手くそなやつ。まさに小さな巨人。エアサロンパスの匂い。相手の北川第一ってどうなの。わかんないけどやってみせる。なんだ、北川第一だ。王様がいいんだろ。何それ、知らねえの。影山飛雄、コート上の王様って言われてるすっげえセッターなんだって。ちょ、あいつらが相手、王様ってなんだよ。大丈夫だって、相手がどんなにノッポでも打ち抜いてみせる。おいおい、一点も入んねえんじゃない。翔ちゃん、俺は確かにチビだけど、この足で飛び越えてみせる。どんな壁も。翔ちゃん、どんまい。ごめん、せっかく上がったのに。次は決めるから。よくわかんないけど、でもまだ。最後まで追えよ。勝負がついてねえのに気抜いてんじゃねえよ。わかってるけどさ、この点差がひっくり返るような奇跡は。今の1点は奇跡じゃない。取られたんだ、あいつに。点を取られたんだよ。レフトにいたはずなの、マークしてたはずなのに、なんで、なんでそこにいる。アウト。高い運動能力、反射、自分の体を操るセンス、そして勝利への執着、それらを持っていながら。お前は3年間何やってたんだ。しょうがないって、相手全国候補だったらしいじゃん。お、相手が強くても弱くても結果は勝つか負けるかのどっちかで、負けたらもうコートには立てない。お前が、お前がコートに君臨する王様なら
いつを倒して俺が一番長くコートに立ってやる。コートに残るのは勝ったやつ、強いやつだけだ。勝ち残りたかったら強くなってみろよ。バカにすんなよ。確かにあの時はボロ負けしたけど、次は負けないっていう風に固い決意してきたのに、なんでお前がいるんだ。同じチームにいたんじゃ倒せないじゃねえか。もっと他に強豪って感じのとこがあるだろ。県内一の強豪校には落ちた。落ちた？コート上の王様なのに？その呼び方やめろ。いやあ、まさか北川第一のセッターがうちにね。あ、お前チビの一番。じゃあこのもう一枚の入部届の日向ってお前か。俺たち去年のお前らの試合見てたんだ。お前チビで下手くそだったけどナイスガッツだったぞ。バネもすごかったよな。それにしてもあんま育ってねえな。でも小さくても俺は止めます。カラスノのエースになってみせます。お前エースになるなんて言うからにはちゃんと上手くなってんだろうな。ちんたらしてたらまた3年間棒に振るぞ。俺だって精一杯やったけど、でも今までの全部無駄だったみたいに言うな。勝負しろよ俺と。騒がしいなバレー部。教頭先生。先生喧嘩じゃないだろうね。まさか切磋琢磨ってやつですよな。サーブ打てよ。全部取ってやる。お前のサーブ去年は1本しか取れなかったからな。その1本も顔面だけど、俺だっていろんな人たちと練習してきたんだ。もう去年までの俺とは違う。去年とは違うか。俺だって去年とは違うぞ。ジャンプサーブ去年は普通の。それのどこが去年と違うんだ。もう一本。おいいい加減にしろ。首相の指示を聞かないなんて問題だね。こんなことじゃ。あれズラだったのか。気づくの遅えよ。みんな入学式で気づいてたぞ。沢村君ちょっといいかな。幸いにも特にお咎めなし、謝罪もいらないが、何も見なかったことにしろ。お前がちゃんと取らないからだ下手くそ。何が去年とは違うだ。ふざけんな。期待して損したクソが。いちいち一言余計だな。なあ、少し聞いてほしいんだけどさ。お前らがどういう動機でカラスノに来たかは知らないけど、当然勝つ気で来てるんだろ。俺はさ、お前らにお友達になれって言ってんじゃないのね。中学の時にネットを挟んだ敵同士だったとしても、今はネットのこっち側同士だってことを自覚しなさいって言ってんのね。どんなに優秀だろうが、一生懸命でやる気があろうが、仲間割れした挙句チームに迷惑をかけるようなやつはいらない。互いがチームメイトだって自覚するまで部活には一切参加させない。な、チームメイトの自覚って何？どうやんの？知るか。入れてください。バレーやらせてください。俺影山ともちゃんと仲良くしますから。すみませんでした。こいつともちゃんと協力します。部活に参加させてください。本音は試合で今のこいつと協力するぐらいならレシーブもスパイクもトスも全部俺一人でやれればいいのにって思ってます。なんで本当に言っちゃうんだよ本音を。いいと思うよそういうの。でもさ、ボールを落としちゃダメ、持ってもダメ、
一人が続けて二度触るのもダメっていうバレーボールでどうやって一人で戦うの？お前何なの？実はバカなの？